薄くない味は、時にはちょっと合成すぎ。だし巻き。だし巻き。お作り。お皿。醤油。あのね、もやしがね、冷凍しとったもやしを、あれ何しよう思ったんかな、野菜炒めにもやしを入れよう思って、もやしを解凍して置いとったのを野菜炒めに入れ忘れて、解凍されたもやしが残っとんですね。これなんとかせんとあかん思ってね、もやしは火持たんって言いますやん。これはどうしようかいなと思った時にもう、何も浮かん、もやしのどうやって食べたらええんかとか全然思い浮かばんでね。結局思い浮かんだんが、あれや、何や。ラーメン。ラーメンに入れよう思って思いついてね。ほんでラーメン買いにね、そのスーパーライフとこはね、唯一その、個装いますの、個別このバラ売りでラーメン売っとんすよ。せやそれ思い出してね、ラーメン買いに行こう思って、それラーメン買いに行くだけのために行ったんですよ。ほんならね、なんか今日いっぱい半額やってね、まあ、半額見たら止まりませんや。もうこれ以外もいっぱい買うてますね。ほんでもやしどうすんねん話ですや。もやし傷んでまうやんいう話ですや。だからちょっと心苦しい。心痛い。溶けた、解凍したもやし、もう一度ぐらい持ってほしいわ。はい。言われます。だし巻きとか超食べたかったんですけど。はい、いただきます。久しぶりや。ライフの半額久しぶり。もうずっとマンちゃん行っとったからね、スーパーマンダイ。マンダイはね、半額よりも安い時あるんですよ。またライフは半額ですやん。300円でやって150円がマックスなんですけど、マンちゃん、マンダイはね、300円のが100円とかそういう時あるんでね、下手したら80円とかね。そういうたまに1ビッタ値引きしてくれるんが魅力でね、もうずっと最近ハマっていったんですけど、うっす、あああれ飲むか、チューハイ飲むか。なんかね、何食べたんか思い出されへんけど、もう無性に喉乾いてね、糖尿が悪化してんの。無性に喉乾いて乾いてね、甘いもんが欲しいってね、たまにありますね、月1ぐらいで。で、缶チューハイみたいなの買ってきましたね。忘れてるわ。こういう気分じゃないというね。これちなみにワインね。はい、これからの貧乏症、飲みさしを凍らしたやつ。
これしたらあかんでって言われてんねんけどね。はい。何？唾液にはなんかバイ菌があるから、したらあかんって言うだったね。うす。ああ、甘い。こんなん飲んだら終わりな分かったんですけど、あの入院する前ブクブク声出した頃はね、こんなばっかり飲んどった。糖類ゼロって書いてますけど、そんなん買い取るだけでね、実際問題あれですね、こんなん当てになりまへんで。昔介護の事業所をおった頃ね、よう超えた女の子がね、利用者さんで、これゼロ、コカ・コーラゼロでやからいいんですね言うてなんかむちゃくちゃ飲んどったけど、よう超えとったみたいなね。っていうかさっきね、冷蔵庫の周りでピー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 鳴っとったんですよ。何回なんぼで。スマホはここにあるしね。スマホの音じゃないんですよ。ピー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 。明らか何時代の、あの、何時代かな、あの、タイマー言いますの？あの、なんか、湯沸かすかラーメンするときに押すタイマーみたいなのありますやん。あれかな思って2個あるんですけど、2個見てもあれ動いてへんし、何回な思って、なんぼ考えても分かれん。ピーピー冷蔵庫かな思って、開けて閉めて開けて閉めてもなんもなれんし、ピー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 、で結局鳴りやんだんですけどね。分からんじまいというこの恐怖すぎません？何がなっとっていう話ですよ。もうなんか最近記憶力がないっちゅうかね、思い出せないっちゅうんかな、なんかちょっとやばいっすよ、ほんまにやばいわ。恐怖ついでに思い出しました。